こんな山奥にまで世界中を巻き込んでいるだけのことはあるな。狙いが世界を混乱させることだけならもっと首都を選ぶはずよ。通路の整備もされてないこの地域を選んで発生させるなんてあからさまな時間稼ぎ。悔しいけど効果的ね。なあなあ、こういう雰囲気だとほらこんな感じのやつ出そうだな。もうやめてよ姉さん。ないない、ひょっとするとひょっとするかも。ここの資料たち、おそらくこの先の寺院の僧侶たちをベースにしているわ。元は鍛錬を積んだ修行僧よ。手強いはず。気をつけて。了解です。この場所の人たち、すいません、鍛えた体のせいで死ににくくなっているって。皮肉だな。
修行したらもっと強くなれるんだね。遠慮しないと。マジか。さあや、ここで修行するぞ。ちょっと遠慮してもらってもいいかな。まっかわってきよう。追加情報よ。どうやらその寺の同士がかなり連発な人物だったらしい。本当かどうかわからないけど、憲法だけでなく魔術にも精通していたんだって。魔術か。面白い。そのおまじないがどれほどのものか試してね。自信を持って。